志望動機が他社でも成立するんじゃないのっていうツッコミに対して、確かにそうなんですけども、今御社しかないんです。どうもしゅんです。こんにちは。今回の動画は志望動機の作り方がわからない人に向けての動画になっております。就活相談企画ということで、実際の就活生の悩みにソワさんに答えていただけたらなと思ってます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。沖縄県からの就活生のお悩みなんですけども、浜城さん、簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか。はい、沖縄国際大学法学部3年の浜城智之と申します。学生時代はソフトテニス部での活動をメインで行っていました。本日はよろしくお願いします。じゃあ今の就活の状況を簡単にお伺いしてもいいですか。はい、サマーインターンには決まっているような状況でして、本選考の方も最終面接までは行ったんですが、叶わない結果というような形です。じゃあこれからインターンをやったりとか本選考を受け始めたりっていう感じなんですね。はい、早速今の玉城くんが抱えている悩みを聞いてもよろしいでしょうか。はい、志望動機が他社でも成立するんじゃないのっていうツッコミに対して、おっしゃる通りですと共感する一方で、どのようにまあどのように論を展開していくかという形で困っているような状況です。ということで、ソワさん、志望動機の作り方というか、ここではなきゃいけない理由がないっていう悩みに対してどう思われますか。はい、正直言うと質問が悪い以上で感じたんですよね。ただここが学生さんの辛いところで、変な面接官がアホな質問を聞いてきても答えなきゃいけないですよね。まずうちじゃなくてもいいんじゃないのって言われた場合は、確かに他の会社にも当てはまるかもしれませんっていうふうに相手の意見っていうのを受け止めるっていうのがまず一番だと思うんですよ。確かにそうなんですけども、もしかしたら他にも御社に匹敵するような自分に合った企業っていうのがあるかもしれないんですが、今私が出会った企業の中でいうと御社しかないんですというような言い方だったりとかすると、その知的誠実さの面で考えてもいい感じですよね。面接官が議論を吹っかけてきたりとか、ちょっと反論してきたりとか、いろいろこう嫌な返しをねしてきて、だから論破して勝たないとダメみたいな思っちゃうと、応酬してなんとかやり過ごしたって思うかもしれないんですけど、それは実は間違いで、むしろ受け止めてた方が多分良かったかもしれないですね。その上で志望動機を作っていかなきゃいけないっていう中で、ここに気をつけたら説得力のある志望動機になるとかってありますか。よくフォワットと怖いって言ってるんですけど、その会社の何が好きだっていうまず話が志望動機の構造としては先にあって、でそれがなぜ好きかって話があるわけですね。でフォワットで終わる人がすごい多いんですね。リクルートは、人生の節目節目で情報提供することによって自分らしく生きることを応援している企業だと、僕はそこに共感したので受けましたみたいな、これってフォワットしか言ってないんですね。これだとリクルートの説明をリクルートの人にしてるわけですよ。だから全然自分の情報が入ってないので、情報量ゼロですよね。だからなぜあなたがっていう部分が絶対このホワイの中になきゃいけないわけです。私のおすすめは必ずその自分のライフヒストリーに結びつけると。ライフヒストリーっていうのは生育史、どういうふうな環境で生まれ育って、どんな出来事があって、どんな人と出会って、どんなことを感じたみたいなね、そういう自分の歴史がありますよね。例えば僕は愛知県生まれなんですよね。中日ドラゴンズファンだったんですよね。で小学校5年生の時に大阪に行ったら、みんな周りタイガースファンで、もう全然言えなかったんですよ。ドラゴンズファンだっていうことが言えない、バースっていいよねとかって言っちゃってた自分がいてですね自分の過去の経験があって、やっぱりもう阪神ファンも中日ファンも広島ファンも巨人ファンも別に大きな顔してね、素直に言えるような世の中がいいじゃないかというふうに思ったと。例えばそんなような自分の経験してきたことに紐づけて、だからそういう価値観になった、だからそのフォワットですね、その自分らしい生き方を応援するっていう事業にめちゃくちゃ共感したっていうと、どんな風に採用担当の人は考えるかっていうと、なるほど、そんなきっかけで、そのいう考え方になったんだねと。そしたらその価値観っていうのはかなり根深いというか、根っこの生えたもんだよねと。それが志望動機になってるんだったら、ちょっとぐらい辛いことがあっても頑張ってくれるんじゃないかって期待感が出るからオッケーってなるわけですよ。
競合他社との比較であったり、まあ、社員さんとであの訪問しているのであれば座談会で言ってた誰御社の誰々さんという社員さんが良かったからみたいなのを入れた方がいいかなと思ってるんですけど、うん、今玉城さんはその会社が素晴らしいっていう風にその他社と比較しても褒め殺しみたいな感じでしたら嬉しがってそんな風に言ってくれるんだったらうちに来たまえみたいな感じになるんじゃないかっていう風に聞こえたんですけど、あなたの会社は素晴らしいから行きたいんだってメッセージはちょっとね嫌なんですよね。いやいや素晴らしいから行きたいんだったらちょっと傾いたらお前逃げるわけって思うんですよ。だからいい会社だから行きたいとかじゃなくて悪いところも全部含めて好きになっちゃいましたの方がすごく安心感を持つんですね。会社がピンチの時にもこの人っていうのは会社にコミットしてね頑張ろうとしてくれるかと、よく言ってたのが会社っていうのはまあ船みたいなもんですよねと、で船に例えば穴が開いて水がわーって出てきた、はい、さてその時に、うわー この船やばいわ逃げようって言って他の船に飛び移ろうとする人ばっかりだったらもうあの船っていうのは一回穴開いたら終わりじゃないですか。そうじゃなくて穴を埋めなきゃみたいな感じで沈みそうな船っていうのをなんとかやってくれる人が結構多ければ多いほどその会社っていうのは生き残ってずっと長い間にわたって社会に対して、価値を提供できるわけですよね、うん、だから今の表面的なところの成功だけを見てこれがいいですよね、あれがいいですよね、売り上げが伸びてますよね、シェアナンバーワンですよねって言われるのは別にあんま刺さんないんですよね。今の玉城さんの質問で言うと誰かに会っているという事実は説得力が増すんじゃないかっていうような質問だった、うん、それは、僕が言ってる方にちょっと近いですね、うん、まあ、事業何やってるか分からないし別に、まあ、今シェアナンバーワンかもしれないけど別にそれがずっと続くかどうかも分かりませんと、でもいる人たちに惚れちゃったんですよねの方がむしろ刺さる。でただその時気をつけなきゃいけないのは、うん、人が良かったみたいな話っていうのはまあまあ出てくる話でもあるんですけど、みんなね、みんな人が良かったしか言わないんですよ。いや人がどう良かったのと、もう一個だけ突っ込んで言ってほしいなっていうのがあって、だから人の良さっていうところを誤解してないかどうか、例えばすごい優しそうな人ばっかりだったんで良かったんですって言われたら、いや実はうちはすごい切磋琢磨する会社で競争し合って、業績を上げているようなあの社風で、その優しくしている外面を見てそれを人がいいっていうふうに言ってたらちょっとミスマッチなんでっていうふうに思ったりするわけなんですよね。だから何が良かったのかすごい聞きたいです。どう良かったの具体例を聞きたくて、基本社員訪問するときっても会社のいいことしか言わないと思っていて、どの社員さんでも同じことを言うと思ってるんですけど、やっぱその社員にしかないような魅力っていうのを社員訪問では聞くべきですか。 OB 訪問するときにもちろんその OB とか OG を通じてその会社のこととか仕事のことっていうねのを聞くのはいいんですけど、せっかく OB OG っていうその人に会ってるんだったらやっぱその人のことを聞くべきですよね。その人はいや大学時代何やってたんですかとか、で就職活動どういうことしてなんでその会社を選んだんですかって、これこの人のことですよね。で OB OG が目の前にいるのにそれをスルーして会社のことばっかり聞いてるのは実は失礼だったりするわけですよ。例えば今沖縄国際大学にいらっしゃるわけですよね。僕が話をして沖縄国際大学ってキャンパスってどれぐらいの広さなんですかとかでずっとあの玉城さんのことじゃなくて沖縄国際大学のことばっかり聞かれたらどう思います。なんか他人に聞けよう、あそうそうそう、ホームページ見てこいやみたいな感じになりますよね。全く同じことなんですね。その目の前の OBOG に興味持たずに会社のことばっかり聞いちゃう、多分ね、そしたらね OBOG の印象も多分悪いです。リファラル採用っていう言葉があって、リファラル採用っていうのはその内定者とか新人とか、まあ、自社の社員、そのネットワークを通じて人を採用していくっていう採用がめちゃくちゃ今流行ってるんですよね。でもその今みたいな OBOG 自身に興味持たずにこう会社のことばっかり聞かれたらまあ印象悪いと、なら、まあ、せっかくのチャンスがこう紹介もしてもらえずに、なんならこう悪いレポートがいくかもしれないですよね。そういうことも考えてもちゃんと OBOG に会ったらその人に興味持ってその人のことを聞くっていう、まあ、当たり前ですけどね、人と人が会ってってなったら。今回の動画をきっかけにこれからあの OB 訪問もそうですし、志望動機を作る上でとか本当の意味で行きたい気を探す上で OB 訪問とかもされる方多いと思うので、今の総さんの話をちょっと心に留めていただいてこれから頑張っていただけたらなと思います。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。